佐藤未来の女優道始まります。皆さんこんばんは、佐藤未来です。今回もこの番組佐藤未来の女優道お聞きいただきましてありがとうございます。先月からここ市川うらら FM さんで始まりました新番組北野しおりのリアルドライで人気コスプレイヤーの北野しおりちゃんと一緒にメインパーソナリティを務めさせていただいております。どんな番組かと申しますと、我々の知らないコスプレイヤーさんの楽屋の一コマやコスプレイヤーあるある、東京池袋にある乙女ロードリポートなど、いわゆるコスプレをメインに添えたサブカルをテーマにした情報番組です。毎月第2第4日曜日お昼12時からの放送です。ぜひ一度お聞きください。どうぞよろしくお願いいたします。そしてさらに私佐藤未来の自己紹介をさせていただきたいと思います。私は普段女優タレントとして活動させていただいておりまして、具体的に申しますと地上波のドラマのエキストラなどで勉強させていただいたり、いろんな映画でお役をいただいたりなどのほか、最近の活動としては来年公開予定の映画22世紀寓話に主演として出演させていただいております。また毎月第1、第3金曜日夜23時からはネット配信番組MeTooShowで私自身が出演させていただいた某作品のキャラクターから派生したカタカナで佐藤美都というネットアイドルという設定で、ただただプレステのゲームをやり続けるという生配信番組もやっております。そして豪華クルーザーアルカディア号のイメージキャラクターを務めさせていただいており、こちらもアルカディア号のホームページのチェックをお願いしておきます。それでは最初のコーナーはミクのマンスリーダイアリー。このコーナーは毎月その1ヶ月間で営業やお仕事現場などで何を感じ学んだかなどを紹介させていただくコーナーです。先月はなぜかしらリポートさせていただける作品が少なく寂しい限りです。来月はこんな作品に参加させていただきましたとたくさんのリポートできるように気持ちも新たに頑張りたいと思います。それではご報告させていただきたいと思います。まず1つ目がですね、テレビ朝日さんの、毎週木曜日夜9時から、のドラマが、オンエアされました。私が参加させていただいたのが1話と2話ですね。1話はですねちょっと探すのにちょっと苦労したかなというふうに思いましたが、映っておりました。嬉しかったです。そして、2話の方がですねなかなか私もこう設定といいますか役どころが結構大人な役どころで緊張してた部分はあったんですけれども、すごくよく映っておりまして、それもまた非常に嬉しかったです。今後ともねもっといろんなね番組映画だったりドラマにね、参加できるように頑張っていこうと思います。そして続いてがですね、10月27日シネリーブル池袋ほか全国公開されている前回のゲストでお越しくださいました宮野啓次監督作品の「やる女」の試写会にですね行かせていただきました。で前回の、放送の収録の時にですね監督自ら、試写会のおはがきをですねいただきまして、ぜひ見に来てくださいということで行かせていただきました。試写会というものをですね初めて行かせていただきまして、非常に貴重な経験をさせていただけたなというふうに思いました。そしてこの「やる女」の主演はですね元からのジヨンさんで、私とほぼ同い年の、今女優さんですね。で本当に体使いが非常に綺麗でして、ガンアクションもかなりハードな部分がたくさんあったんですけれども、もうすごくかっこよかったですね。かっこいい女性というのをこう映画の中で演技をされていて、すごくかっこよかったです。特にこう影のシュレットジョンさんのシュレットがこう壁に映るっていうシーンがあるんですけれども、それがまた綺麗でかっこいいので、ぜひ皆さんお近くの劇場でですねご覧いただければなというふうに思います。よろしくお願いします。そして続いてがですね、エンタメーテルさん、先日女子撮る女編がですね、なんとネット配信がですねたくさんありました。本当にありがたいことに、9月22日に初回放送がありまして、そこから、10月ですねに、何回か、ネット配信がありまして、もう本当にこの作品に、出演させていただき携われたことにまた改めてすごく感謝したいなというふうに思います。本当にありがとうございました。はい、続いてがですね、こちら番組冒頭でも申し上げましたけれども、新番組「北野しおりのリアルドライ」収録がございました。で応援をね、されましてしおりちゃんはですね、私とあまり年が変わらない1個か2個ぐらいなんですけれども、すごく話しやすくって、これちょっとまあ年下なのでちょっと妹の感覚かちょっと同い年な感覚で、いろんなアニメのねことについて語ったりとか、あとはコスプレのお話とか、もう私もなんとなくしか知らなかった部分がたくさんあって、でこうしおりちゃんのお話を聞いて、あ、そんなこう大変な苦労がものすごく垣間見えると言いますか、すごくそのコスプレというまだまだね若い子はわかるかなっていう感じはするんですけれども、ぜひこれをね、リアルドライ聞いていただいて、日本のね、アニメカルチャーをですねぜひ皆さん知っていただけたらなというふうに思います。はい、続いてがですね、ブルガリアフェアに出席させていただきました。詳しくはですね、後のコーナーでフューチャーさせていただけますので、ここでは新番組を一緒に始めたコスプレイヤーの北野しおりちゃんと参加させていただきましたとリポートをさせていただくだけにとどめておきます。さて続いてがですね、最新作映画突然恋人はじめ過去の私の全出演作品 DVD が、発売中でございます。他の作品もですね、YouTube の方でひらがなで佐藤美久で検索していただきますと、たくさんの、映画の予告編、上がっておりますので、ぜひそちら見ていただいて、この作品この後気になるなっていう風な作品がですねあればぜひお買い求めいただければなと思います。お買い求めいただいた方には、特典などございますので、ぜひぜひ、予告編ご覧いただいて買っていただければなというふうにご購入いただければなと思います。ご希望の方はですね、ぜひうちの事務所までメールをお願いいたします。はい。ですね、その次がですね、ネット配信番組こちらも、冒頭で申し上げましたけれども、ネットアイドルカタカナで佐藤美都でファイナルファンタジーをですねもう1年以上かけてやっとクリアいたしまして、で最近まではバイオハザード4をですねやらせていただいてたんですけども、ちょっとねシステムとのちょっと相性があんまりね良くなくって、急遽、クロノトリガーというすごく昔のゲームなんですけども、非常に人気のあるゲームでして、それをやらせていただいております。これもまたね時間がかかるのかなというふうに思っておりますので、一生懸命ねクロノトリガー頑張っていこうと思います。はい、でですね、この1ヶ月間全体振り返ってですね、コーナーの冒頭でも申し上げました通り、女優としてドラマや映画撮影に参加できなかったことを反省し、来月のこのコーナーでは一つでも多くの作品に参加できますよう頑張りますので、皆様よろしくお願いいたします。以上、マンスリーダイアリーのコーナーでした。さて続いてのコーナーは日本ブルガリア協会主催ブルガリアフェアのコーナー。さてここからは先ほどマンスリーダイアリーのコーナーでもちらっと予告しましたが、先日一緒に新番組「北野しおりのリアルドライ」を担当するコスプレイヤーの北野しおりちゃんと毎日ホールで開催された日本ブルガリア協会さん主催のイベントブルガリアフェアに行ってまいりましたので、そちらの模様についてリポートをさせていただきたいと思います。まずなんで私佐藤美久と北野しおりちゃんがブルガリアフェアに行かせていただいたのかということはですね、おいおいこの番組や、リアルドライでお話しさせていただくとしまして、皆さんブルガリアってどこにあるかご存知ですか？私も、しおりちゃんもですね、恥ずかしながら大体の場所しか知りませんでした。ブルガリアは東南ヨーロッパにあり、東に黒海、北にドナウ川、南にトルコとギリシャ、西にセルビアとマケドニアに面しています。ちなみに日本からブルガリアまでの、約 9000km もの距離があります。今のところ直行便がないため、ブルガリアまでの旅は飛行機で丸1日かかります。これだけの距離だと時差もかなりあり、冬の間はブルガリアと日本の時差が7時間です。つまり日本人が昼ご飯を食べ始める時にブルガリア人はやっと起きるところです。そんな遠く離れたブルガリアについて、まずは少しお話しさせていただきます。最初に、ブルガリアの面積は11万912平方メートルで、北海道よりちょっと大きい、つまり日本の約4分の1しかないです。ブルガリアの首都ソフィアは西の国境の近くにあります。ブルガリアの気候は全体的に大陸性で、涼しい春、暑い夏、雨の多い秋、雪で真っ白になる冬の四季があります。ブルガリアの冬は寒くて、最低気温はマイナス 39.3 度、夏は暑い、最高気温は 45.2 度と言われていますが、地域によっては気候がかなり異なります。ブルガリアの人口は約760万人で、日本の約18分の1しかないそうです。そしてブルガリアの教養語はブルガリア語です。ブルガリア語はスラブ系の言語なので、マケドニア語、セルビア語、ロシア語によく似ているそうです。またブルガリア語を含めてほとんどのスラブ系の言語は同じキリル文字を使っています。ちなみに簡単なブルガリア語をですね、ご紹介させていただきますと、アクセントはわからないんですが、おはようはドブロウートロ、こんにちははドーバルデン、こんばんははドーバルベチェル、さようならはドビジュダネ、はいがだ、いいえがね。そして何と言っても驚きなのが、イエス、皇帝の意思表示が首を横に振り、ノーの意思表示が首を縦に振るんだそうです。これはもし私が行くことになったらマジで困りそうなんですが、そんな簡単にご紹介させていただいたブルガリア、実はとても親日国だそうで、その象徴ではないんですが、皆さんもよくご存知の力士、元古当主現鳴戸親方がいらっしゃいます。そしてブルガリアのお金はレフと呼びます。1レフは現在およそ70円と両替されています。しかし両替と物価はかなり外れることがあるそうで、例えば日本では70円でリンゴを1個買えるか買えないかぐらいですが、ブルガリアでは70円に相当する1レフでリンゴを1キロも買えます。レフの100分の1の単位もあり、ストティンキと呼びます。ストティンキは日本で言えば1000に相当するでしょう。ブルガリアの硬貨には1、2、5、10、20、50ストティンキがあるそうです。もし近々ブルガリアに行かれることがあったら参考にしてみてください。さて、いよいよブルガリアフェアリポートに移りますが、イベント当日は私たち第2部から参加させていただきました。ちなみに第1部では、伊賀谷日本ブルガリア協会理事長並びにコストフ駐日ブルガリア大使のご挨拶から始まり、日本語弁論大会優勝者の学生による講演のほか、ブルガリアの名所の紹介など、どちらかといえば勉強的なものであったそうです。そして私たちが参加させていただいた第2部は、まずはブルガリアの料理をですね、いただきました。結構こう日本人好みの味付けですごく美味しかったです。で、特にブルガリアといえば、私の勝手なイメージですけれども、ヨーグルトのイメージがあるんですけれども、その料理でスネジャンカという料理がありまして、なんとこの使われていたヨーグルトが明治ブルガリアヨーグルトで、びっくりしました。で食べたこともちろんあるんですけれども全然酸っぱくないというか普通のヨーグルトだったんですけれども、このスネジャンカを食べた時はものすごく酸っぱくって、こうクラッカーとかにこうディップして食べるとすごい美味しいなっていう風に食べてて、この作り方もねすごく独特で、こう一回こすというか水気を全部落としてからこう作るっていう料理ですごくびっくりしました。はい、で次にですね、ブルガリア出身の力士トラキオーゼキの挨拶がありました。で、すごく日本語が上手で、多分来日してからそんなに日は経ってない気がするんですけれども、ちゃんとハキハキとお話しされていまして、かっこいいなというふうに思いまして、でご挨拶後にですね、しおりちゃんと一緒にお写真もですね撮らせていただきまして、トラキオーゼキはですね191センチ身長がありまして、ものすごく身長が高くて本当にかっこよかったです。今後ともぜひ頑張っていただきたいなというふうに思います。はい、続いてがですね、ブルガリアの民族音楽鑑賞をさせていただきました。で、このすごく楽器も独特といいますか。バイオリンに似た楽器であったりとか、こうギターに似ている楽器であったりとか、あとはこう肩掛けする太鼓であったりとか、すごくアップテンポな曲が多かったなというふうに思いましたね。でその音楽をバックにダンスをですね、私としおりちゃん参加させていただきまして、結構日本と違って足技がすごく多いダンスだなというふうに感じました。ですしみんなでこう手をつないでこう円を作りながらこうぐるぐる回りながら踊っていく、音楽に合わせて踊っていくんですけれども、すごく一体感があって、とってもこう手つないでるっていうのもあったので、すごくこうお隣同士の方とねすごくこうなんかリズムに合わせてみんなで踊れるってすごく楽しいことだなっていうふうに改めて感じました。はい、で、続いてがですね、伊賀谷、日本ブルガリア協会理事長からですね、いろんなお話をお伺いしての、取材をですねさせていただきました。なんと伊賀谷理事長ですね、この、ブルガリアフェアの前日にブルガリアから帰国したというふうにおっしゃっておりまして、本当にお忙しい中私たちの、取材にですねお受けしてくださって、でこのブルガリアフェアがどういったものだってあったりとか、あとはブルガリア協会はこういうことをしているよというふうにですねおっしゃってくださって、多分後ほど動画でもアップされるようですので、ぜひそちらもですね皆さん見ていただいて、こうブルガリアについて興味を持っていただけたらなというふうに思います。そして、このブルガリアフェアの最後にですね記念撮影がございました。一般のお客様と一緒にですね、いろんな、方ブルガリア協会の方から、たくさんの方で皆さんで、お写真をですね撮らせていただきまして、私も一緒に撮らせていただきました。本当にありがとうございました。本当に初めてのこういうフェアに行かせていただきまして、非常に楽しかったです。本当にありがとうございました。全体を、率直な私の感想なんですけれども、こういう、私も今言いましたけれども初めてのフェアだったんですけれども、はるか遠い国の印象はなかったですし、とても風景が綺麗なようなので、できれば行ってみたいなというふうに思います。ブルガリア人の方とも何人かお話をお伺いして、ちなみに全員日本語でとても優しい民族だなという印象でした。以上、ブルガリアフェアリポートのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングの時間となってまいりました。最後までお聞きいただきましたリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。番組オープニングで申し上げました映画、ドラマの出演情報などに関しましては、詳しくはウェブで事務所の公式ツイッター、もしくは私佐藤美久のオフィシャルブログなどをチェックしてみてください。そしてお聞きの皆さん、どうかこの番組へのご意見、ご感想、ご質問など、お送りいただきますようお願いいたします。ただ送り先が各番組とも今月から変わっておりますのでご注意ください。では新しい送り先をお伝えいたします。メールアドレス英語の小文字で info@plus-vox.com info@plus-vox.com 佐藤未来の女優道までお願いいたします。それでは佐藤未来の女優道、また次回夕方6時にお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤未来でした。ありがとうございました。